続いてはズームアイのコーナーです今日のテーマはこちらです美味しく食べようお口を健やかに保つ生活習慣についてですではスタジオをご紹介します今夜は群馬県市会市会理事の久保田より子先生にお越しいただいていますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さてまずは本日のテーマおいしく食べようお口を健やかに保つ生活習慣ということでまずは先生概要から教えていただけますか、はい、私たちは毎日お食事をしたり会話をしたりその時は必ず口の機能を使っております毎日おいしく食べられること楽しく話せることは健康のバロメーターということができると思います本日はお口を健やかに保つ 生活習慣についてお話しさせていただきます健康を考える上で一年の始まりにふさわしいテーマですよね、うんはい、ではお願いいたしますはい。まずきちんと食べる話すには歯が20本必要とされておりますこれは厚生労働省のデータですが歯が20本ある人の割合は40歳代では 97%ですが徐々に減少して80歳代では25%になってしまいますこれは50歳代からお口のトラブルが増えることと関係していますグラフによりますと噛めないものがある口の中が乾くという項目が急増していますまた。 読み込みにくいという項目も増えています、うん、これっていうのはやはりこう歯のトラブルだけではないということなんでしょうかそうですね、はい、おっしゃる通りそれには、うん、唾液の分泌の低下や舌の働きの低下が関係していると言われていますなるほど、はい、では口の中の働きを見てみましょう、はい、まず唾液ですがこの中には とても重要な成分が含まれていて、うん、口の中をきれいにしまた歯の再切開化を行って虫歯を防ぎ舌の動きを助けてくれます、うん、次に舌ですが食べ物の硬さや味を感じるまた食べ物を喉に送って飲み込む役目をします、うん、また発音するという重要な役目をしています そして歯ですが食べ物を噛んで消化を助けまた発音や表情を作りますまた、噛むこととにより脳を活性化させると言われています。こうして見てみますと、はい、歯、唾液そして舌、うん、舌ですね、うん、それぞれの役割がうまく働き合って機能しているということが分かりますよね。はいはい、ではどのようにしてこの働きを守っていったらいいんでしょうか。はいはい まずこちらの唾液腺マッサージについてご覧ください、はい、<う>左の図ですが唾液腺は耳の前、顎の下、舌の下にあります右の図のようにここを指で軽く押すようにしてマッサージをします、うん、口の中が乾きやすい方はリラックス時や就寝前に行って唾液の分泌を促しましょう 次に絶トレーニングを見てみましょう、うん、まず絶をできるだけ前に出して5秒間キープしそして戻すこれを3回行います、うん、次に絶を左に大きく振り5秒間キープ次に右へ動かして5秒間キープし最後に大きく回しますこれによって 舌の動きが良くなり、飲み込みのトラブルが少なくなります。うん、これだったら日常生活に簡単に取り入れられますからね。ねね今、説明を聞いているときにこう簡単にやることもできるようなトレーニングですね。すねはい。ですそれと、それだけではなくて、歌を歌ったり、音読をしたりということも効果的と言われております。うん、なるほど。 音読とと言います私たち毎日ニュースを読んでいますがそれが口の働きにいい影響があるということです。テレビをご覧の皆さんもぜひ本を読んだりとか新聞を読んだり口に出して声に出して読むこといいことですは先生歯に関してはどううなんでしょかまず虫歯と歯周病を防ぐポイントですが歯垢つまりプラークがたまりやすい場所を知ることが大切です。それは 歯と歯の隙間、歯茎との境目、そして噛むところです。特に歯と歯の隙間、歯間ケアについて見てみましょう。うん、ここは年齢とともに歯茎が下がってくることにより、プラークが残りやすい場所です。歯ブラシに加えて補助的な器具を取り入れてください。比較的若い方や歯の隙間の狭い方は、 デンタルフロスが適しています50歳以上の隙間の広い方はぜひ歯間ブラシを取り入れましょう、うん、薬局などに行っても本当にいろいろな器具がありますから、うん、ね歯に何が合うのか迷ってしまうところですよね、うんうん、本当その通りですこのような器具に関してはかかりつけの歯医者さんに相談して選んでもらうのがベストだと思います 私たちもご指導する中でこのような器具を生活に取り入れて健康になっていく患者さんを見ますと本当にうれしく思います、はい、それから、はい、入ればつまり疑似を使用している方々へ、うん、疑似ケアのお話をさせてください、はい、毎日疑似を入れておりますと、うん、疑似にも嗜好がついてしまいます、はい、それを私たちはデンチャープラークと呼んでおりますけれども、うん、この中には カビの一種であるカンジダ菌と呼ばれるものが多いのが特徴です、はい、あのこのカンジダというのは時々耳にすることがあるんですけれども、はい、これが増えてしまうとどううなるんでしょうか、はい、カンジダ菌は病原性としてはそれほど強くはありませんが、はい、高齢になって抵抗力がなくなりますと、うん、口の中で増殖して気道に入っていきます。それが 合演性肺炎の原因になることがあります。これは使用中の義歯にカンジダ菌がどのくらいの割合で見られるかを調べた研究ですが、六十五パーセントの割合で見られました。六十パーセント以上の方に見られるというのは確率も高いということになりますね。うんすねはい、また義歯性口内炎といって義歯の下の粘膜が 赤くなってしまうことがありますがその方々では90%以上にカンジダ菌が見られましたということは入れ歯のケアもしっかり取り組む必要があると本当にその通りですはい。それにはこちらの図のように、うん、ブラシによる機械的な清掃ともう一つ技師洗浄剤による科学的な清掃を組み合わせることが重要になります 特に毎日の技師洗浄剤の使用は感じた菌の除菌に有効であるという研究データも出ておりますので、うん、全身の健康のためにしっかりと取り組んでいただけたらと思います、はい、最後に高齢になりますと自分では義師の清掃ができないことも出てきます、うん、そのような場合にはぜひご家族 または介護士さんのご協力をお願いいたしますでは久保田先生本日のまとめをお願いいたします、はい、毎日おいしく食べて健康で暮らせることは本当に幸せ幸せなことだと思いますまた今年も皆様方がそうでありますように歯科の分野からお手伝いさせていただきますよろしくお願いいたします今夜は 公益社団法人群馬県歯科医師会理事の久保田より子先生から、お口を健やかに保つ生活習慣についてお伺いしました。どうもありがとうございました。以上、ズームアイをお送りしました。うん